まあ、その CC である孤独死を防ぐっていう意味で行政はどうか1ヶ月、まあ、1ヶ月に1回を訪問してるんですけども、この1ヶ月で変わったことはなかったとか、その生活の変化があったりしてるっていうことをこう情報として拾って、で、全国 の、 その支援していただいてる支援者の方から募金が募っていまして、でそのお金で購入したお米を最後にお渡しする。でそのお米にはその支援していただいた方のメッセージが添えてあるので、あの一人暮らしの方が購入してくれた方にお手紙を書いて、で文通を始めるとかっていう、そういう活動になります。あー、こんにちは。すいません、お休みのところ。こんにちは。あのサンライズ元気村、はい、今月もまた来させていただきました、はい、お出かけとか車とかで出かけられてるんですか？いろいろもう友達とかそういうので、はい、乗り合いとかでですか、なんかここすごい山の上で見晴らしいんだけど、5月通すときはどこでも見晴らしいんだよ。よかったですか？5月いいところ。あの漁師さんか何か？漁師っていうんじゃなく、前はあのダイバー、我々はあのボンベ拾って採集できるっていう許可があるわけ。そういう道に伝わる。あ、そうなんですか。早くね、お魚、美味しいお魚いっぱい食べたいですよね。今日もお米お持ちしたので、はいはい。はい、じゃあまた。はい、どうも。どうも。ありがとうございました。どうも、サンキュー。なんで仮設にいるかって言えば、家が、あの、家に住めない状態になってるわけですから、やっぱりそれなりのストレスがかかっているに違いないんです。でそれを、まあ、我慢されている方が多いんで、まあ、そういうちょっとしたストレスを、ね、解消できれば、我々が行って楽しんでもらえたらいいなっていう感じです。まあ、対象者だけではなく、その団地でなんかいろいろイベントとか仲良くなってくれるような、方法をちょっと探しながら、まあ、いろいろ活動をしているところです。